はい、どうもこんにちは。今回はまた逆転裁判1,2,3なるほどセレクションから逆転裁判1をねやっていこうかなと思います。前回は事件が終わって、なんかそれでなんだっけその SL95 事件について調べよう、 SL95 事件の詳細について知ろう、 SL95 事件の時、事件があったのは、まあ、現警察局長室だったってことから、ここに来たんだっけな、まあ、とりあえず仕組みを知ろうみたいな部屋の構造を知ろうみたいな、そういう感じで多分来たと思うんだけど、やっていこうか。ここがなんだ、ここ局長室ですよ。外にそう書いてあったから。あの巨大なパイプオルガン、信じられないけど本物だぞ。私ね、幼稚園の頃オルガン習ってたんですよ。幼稚園の頃オルガン習ってたの？ピアノじゃなくて。ゆり組のバッハなんて呼ばれて天才気取りでしたね。どれどれ、ドアどこだっけ。うっさ、バカ、死ぬかと思った。あれ、ほらもう、なんだ君たち来てたんだ。で、勝手に入っていいのそのさ、そのなんか自由に観覧していい場所なの、ここって。普通セキュリティガチガチじゃないの。局長さん、読んでいた書類をデスクの引き出しにしまい込んだぞ。どうなのよ、なるほどちゃん。泳いでる最近。あ、いえ、最近ちょっと忙しくて、まだ2日とかしか経ってないだろう。初めて会ってから2日ぐらいしか経ってないわ。こっちも大変よ、ほんと。ザエモンの兄貴の不始末とかね。ともえちゃんまでとんでもない発言してくれちゃってさ。とんでもない。ああ、証拠品の捏造ですか。あの事件から2年ね。かあ、早いもんだほんと。ほら、あそこの壁にでっかい写真があるでしょ。めちゃくちゃ画質いいもんな、写真めちゃくちゃ画質いい写真あるぞ、あそこ。いい写真だね。お姉ちゃんもアヒル口して漏れてんね、ちょっと。ともえちゃんと直人くんと3人で撮ったんだけど。これがザイモンさんの弟、ザイモン直人健二か。3人で頑張っていこうなんて言ってたんだけどね。なんだろうこの写真。あ、つばんじゃん。微妙な違和感があるような。つばんじゃん、つぼ。あのつぼじゃん。なにこれ、こいつ止まるんだよな、ちょくちょく。ああ悪いんだけどさ、僕後始末で忙しくて、今日はここもう閉めちゃうから一緒に出ようか。え？あ、でもここってその現場なんですよね、2年前の。あの事件もう終わったんだからさ、今更捜査する必要ないってさ。でもできれば調べたいんですよ、僕たち。もう一度言わせるの？今更捜査する必要はない。はっ。じゃあ出て、そろそろ会議に行かないとさ。追い出されちゃいましたね。なんかあるんだろうな、絶対。やっぱりあの事件は終わっていないんだよ、きっと。なるほどさん。ガント局長は現場を調べられることを拒否した。そこには必ず何か理由があるはずだよ。じゃあ、あの部屋には手がかりが。普通にね、忙しいからっつってさ、部屋閉める方必要はないもんな、別に。別にね、やましいことなかったら見ていってよって言っちゃうかもしんないからね。調べる方法、まあ、いろんな場所行ってみるか。とりあえず留置所は、ああこれ変わってないか。地下駐車場、上級検事いない。だったらもう課長さんしかなくない？課長さん、あんたたち、刑事、今まで会議ですか？
まあちょっと一休みっす。肩がこっちまったっす。そんな堅苦しい会議だったんですか？いや、その自分はお茶を入れてたっすから、みんなの。糸の子刑事、今日も外されてるのか。それよりあんた、三剣検事には会ったっすか？三剣？どうかしたんですか？もう検事局も警察局も偉い勢いで暴走してるっす。まるで裁判中のあんたと三剣検事のごとく。それはきっと大暴れなんでしょうね。やっぱり騒ぎの原因はお姉ちゃんの発言ですか？そうっすね、平たく言えば2年前の捏造っす。三剣賢者は今世界中を敵に回しているっす。そんな。でもどうして三剣が、あいつは何も知らなかったのに。実際に不正したのはその巴さんだったんですよね。まあ実際に法廷に立つのは検事っすからね。それにもう一つ、知ってん通り三剣検事にはずっと黒い疑惑があったっす。ただ三剣検事にはずば抜けた才能があったっすから、今まで反対派も手を出すことができなかったっす。敵が多かったんですか、三剣検事さん。検事局と警察局は才能だけが物を言う世界っす。若いむき出しの才能は敵を作る、それは宿命っす。よいとの子、頑張ってるな今日も。今度また飯おごってやるぞ、糸の子。す。のこさん、また連れてってくださいね、あの店。す。よかったですね、ケイさんには敵が全くいなくて。まあ、自分はうまくやってるっすからね。とにかく自分は心配っす。この嫌な流れに三剣賢治が折れてしまわないか。実は資料を調べてみたっす、お茶を入れながら。本気で心配してるんだな、三剣のこと。それで何かありました？ズバリ全ての手がかりは奴の最後の犯行にあるっす。最後の犯行というと、書状を救おうとした財門検事が殺害された事件っす。じゃあもう完全にあれじゃん、現在の警察局長室じゃん。最後の犯行ってことは私のことだ。この子のことを気づかなかったみたいだな、糸の子刑事。この事件で青影は致命的な証拠を残してしまったっす。その証拠というのは？確か凶器だったっすけど、まあ詳しいことはこれのどっかに書いてあるっす。本当こしゃくな刑事さんだよな。見せてみましょうか、凶器を。何か思い出してくれるかもしれません。おかげ上、犯行当時42歳、ごく普通の会社員だったっす。連続殺人犯なんですよね、なぜそんなひどいことを。ある日、会社からの帰りに車で人を引いてしまったっす。車で？それって事故ですよね。しかしその瞬間から奴は危険な野生生物に、野生動物に。野生動物？そこに取り掛かる学生を殺害、その死体を埋めてるところを散歩中の男性に見られて殺害。あ、もうじゃあもう事件関係の人みんなあれなんだ。連続殺人つっても無差別っていうよりも、まあ無差別っちゃ無差別だけど、その自分が起こした事件に関係している人だけなんだ。尖ってんな。随分うかつな野生動物ですね。今あんたに話したのはあくまで推測っす。推測かい。証拠は全くなかったっす。まあでもその殺害時刻から逆算すればね、まあそうなるんじゃないかってのはわかるよな。それで認識と。取り調べ中に逃げ出して最後の犯行、財門検事を殺害したっす。その場で逮捕されたっすが、その犯行すら見られていたっす。最後の目撃者が無事でほんとよかったっすね。最後の犯行の目撃者、この子か。
目の前急にこの子呼びしてんの。今まで茜ちゃんに言ってたじゃんお前、急にこの子って呼ぶなよ。SL95 事件の凶器見せればいいのかな。じゃあこれじゃない、これなんですけど、これはもしかしてあれっすか。 SL95 事件と書かれたタグがついています。先の折れたナイフ、あの事件の凶器ですよね。で、あんたがこのナイフを知ってるっす。あの事件はとっくに解決されて証拠監護に入っているはずっす。事件のあった日、証拠監護から忽然と消えて剣健さんの車のマフラーから出てきたんです。ああ思い出したっす。青影ジョーが最後の犯行で残した致命的な証拠、そのナイフを見ていたらピンときたっす。また忘れないうちに早く聞かせてください健二さん。このナイフ青影のものなんですけど。なのなんですか。そうっす、買った店も判明して青影の指紋も付着していたっす。でも実際にこれで刺したかどうかはわからないんじゃ。そこがやつの運の悪いところっす。ナイフをよーく見るとなんと刃がぽっきり折れているっす。よく見なくてわかりますよそれぐらい。とにかく折れた刃の先が発見された場所、それが決め手になったっす。どこだったんですか。被害者ザイモン直人賢治の体内っす。刺して折れたってこと。ザイモン直人が鋼だった説。もしかしたらザイモン直人がロボットだった可能性もあるな。された際の傷の奥からナイフの刃のかけらが、それが青影のナイフにぴったり一致したっす。折れるか。でもなるほど、科学的ですね。はい、折れる。体内で折れるってどういうことだ。とりあえずまあ後出しってことかな。自分に分かるのはこんなところですかね。あの最後にもう一つだけお願いがあるんですけど。ナス、お金ならガント局長に頼んだ方がいいと思うっすよ。そのガント局長のことです。局長椅子は現場なんですよね。ザヤモン直人検事が殺害された事件の局長さんが出かけちゃってロックされちゃったんです。あの部屋調査してみたいんです。私たち実は捜査官の ID カードを使えばロックは開けられるっす。え、そうなんですか。でも一般の人間を局長室に入れたら背任罪に当たるっす。背任。わかりやすく言えばクビになっちゃうっす。そうなんですか。悪いっすけど自分あんたのためにクビになるのはごめんなさいっすから。じゃあこの正しき捜査官の ID で。それはダメっす。亡くなった日にデータは抹消されたはずっす。つまりあの部屋を調べるにはこの人に頼むしかない。何か刑事さんの気持ちを変えるようなものが必要ですね。あ、もう糸の子さんしか無理なんだ。俺はさ、ワンチャンザイモンさんどうせクビになるからさ。いけんじゃないと思ったけど。気持ちを変えるもの。気持ちを変えるもの。気持ちを変えるもの。それなら調べるしかないっすってなるようなことってこと、なるようなものってことでしょう。それ。
現場を調べ、でも現場ってことは知ってるもんな。この写真見せてもしゃあないもんな。でもこれは見てると、とりあえずもこの写真やってみるか。多分ダメージじゃないから、写真か壺か、まあ、これも意外とあれだと思うんだよ。やっぱ777がそのね、偉い人の番号って糸の子さんが知ってたら、じゃあ調べるしかないっすってなるかもしんないから。ただ SL95 事件に関わってないと、資料は持ってるからな。これ違うな、やっぱ。ってなると、まあ、ID カードも怪しいと思うんだけどな。あ、 ID カードの使用記録っすか。残ったナンバーは1つ、午後4時20分。被害者の正しき捜査官はこの時保管室に入ったはずです。上層部のナンバーを持ったある人物と一緒に。なすか。なが2回多いですよ、人の子刑事。上層部、心当たりがあるような。いや、それだけ？いいじゃん、もうそれで。糸の子さん、それで行かせてよ。持ってんのかな、今。青かけ状のもの。これは？ああ、こっちか、こう。でもこれは糸の子さん、これを。こっちかな。難しいな。あ、巣箱の壺をどこかで見たことあるっす。どこかで。お前写真持ってんだろう、気づくだろう。あるいは前世の記憶かもしれないっすけどね。ほんと参考にならない刑事さんだよな。なんか見てると落ち着かない気分になるっす。あたかも局室に呼ばれてにこやかに怒られてるみたいな。ガント局長、一体どこで見たっすけね。いや、いやいやいや、これコンボ出るよ。コンボ出ない。これコンボ出ないのか。だったらもうなくね。もうなくないですか。だったらでもないもんな。移動してみるか。移動したらなんかあるかな。移動、とりあえず移動してみるか。なんかあるかもしんないからね。まあ多分ないけど。あ、なるほどね。ミスリーケンジの味方だから、ミスリーケンジからなんかもらったらやる気変える。いや、ミスリー、自分のことよりもミスリーケンジのためになるからね。俺がお願いしたらなるほどのためになっちゃうけど、三つ木賢治がお願いしたら、あれ、三つ木戻ってるかな。あ、いましたよ。何か書いてます。なんだこんなところに。三つ木のやつ、乾いてたものを慌てて床に捨てたぞ。あるね。大変だったな、今日の法廷も。この2年間私は常に疑惑の霧に包まれてきた。今更どうということもない。元気出してくださいね。私応援してますから。こいつは昔からそうだった。本当に苦しい時こそそれを隠そうとする。それで何のようだ。こう見えて私も忙しいのだが。言い訳は無意味だ。2年前私は偽の証拠によって有罪判決を得た。これは拭い去ることのできない事実なのだからな。でもお前は知らなかったんだろ。それが捏造された証拠品だったなんて。
警察局と検事局は二つで一つなのだ。その信頼関係が壊れたとき、我々は全てを失うだろう。警察局のミスは私のミスで、担当刑事である私の責任だ。理由など問題にはならぬ。道力健二さん、私は自分の仕事に誇りを持っている。それなのになぜここまで心が乱れる。やっぱりショックは隠しきれないみたいだな。明日の法廷お前やれそうなのか。お前その顔できんならまだ元気だわ。去年の事件といい君に心配されてばかりだな。正直歯がゆい。まさか担当刑事を外れるなんてことは。明日は最終日だ。今さら担当を変えることなどできない。それが上層部の本音だろう。2年前のあの事件が今さら私の足元を救うとは。それは？あ、さっきなるほどが見てたやつじゃないの？なんか同じっぽくない？俺も一瞬しか見えなかったけど。あの事件の証拠品リストだ。確かに妙に少ない気がする。リストの大きさもいつもの半分ほどだしな。半分？それは確かに少ないな。ザイモン・ナオト検事が殺害されて、私は彼の代わりに法廷に立った。捜査には加われなかったが、与えられた証拠で罪を立証する。当時はそのことしか頭になかったよ。そういえばその頃の写真を見かけましたね。あの写真何か違和感があったっけ。最後にもう一度事件があった日のことを聞かせてくれ。正しき捜査官が殺害されたあの日、お前警察局の式典に参加していたんだよな。式典は好きではない。しかし欠席するわけにはいかなかった。やっぱりこれですか。表彰される本人が欠席するわけにもいくまい。仕事を午前中に片付けて車で警察局へ向かったのだ。仕事を片付けた。ああ、つまらぬ事務仕事だ。その日はもう検事局に戻るつもりはなかったからな。あの頼み事をされるまでは。周りくどいな。言えよそれを。ちょっと頼み事ですか。こいつだよ。ああ、ガント局長さんから頼まれたんでしたっけ、それ。すでに半年前に解決した事件の証拠品だ。これを検事局に持って帰ってほしい、そう言われたのだ。確か昨日も聞いたな。あの日検事局に帰ってきたのは局長に言われたからなんだな。まあ、そういうことになるが。なんか違和感がどうのこうのとか、やっぱツボ関連だよな。そういえばさっきあいつ何を書いていたんだ。ね、ちょっと調べてみましょうよ、なるほどさん。え？やめとこうよ、趣味が悪いし。じゃあケンジさんの目をそらしてくださいね、お願いします。ミツルギ、窓の外をコートをはためかせて糸の子刑事が押していくぞ。そんなこと言え。この子は私の足元で何をしているのだ。見もしない。はっ。これは、じ。読めないのなら教えてあげよう。辞表を届け。そう読む。辞表？みつるぎ、お前。どうやら少し疲れたようだ。私の中の何かが死んでしまった、そんな気がする。でも道行健二さんは何にも悪くないのに。自分が歩いてきた道は私自身よく知っている。しかしそれは必ずしも正しいものではなかったようだ。私にはそれが許せないし、また許されるべきでもない。こいつ本気だぞ。なるほどさん、何とかしないと健二さんが。この辞表何かに、あ、これ、もうこれ突きつければいけるじゃん。これ突きれば、もう絶対行くじゃん、あいつ。なんだっけ。
糸の子さん。これはヤバいっす。言うでしょ絶対。お前わかる？お前わかんないんだ。写真は？あ、こんな写真が飾ってあったよ。ザイモン・ナオト・ケンジか。将来が期待されていたよ。ケンジ・オブ・ザ・イヤーを受賞した時の写真のようだ。あ、そういえば気になることがあるんですけど。何だろうか。ザイモン・ケンジさんが手に持っている商品、剣ケンジさんのとちょっと違いますね。え？確かに。あ、剣の部分がないね。そう、思い出したようだ。違和感ってそれか。いや、ツボの方だよな、どっちかって多分。何をだ。2年前まで剣事局長の商品はあの形が正式だった。あ、でも先が折れてるな、この剣は。もちろんそれにはちゃんとした由来がある。由来？ちょっと興味があるな。聞かせてくれるか、その話。簡単なことだがな。矛盾、それが答えだ。まあ、歩行と盾でしょ、歩行と盾。矛盾と書く。この言葉の由来は、槍のような武器、矛と防具である盾だ。この言葉には有名な物語があるのだが、知っているな。ああ、聞いたことはあるよ。ちょっと度忘れしたけど。中国の古い故事だ。来た。おお、ちゃんとタッチが水墨画みたいになってるわ。昔その国にある武器商人がいた。王の前に出た彼は2つの商品を取り出した。1つ目は全てを貫く矛、どんな防具も貫く最強の武器だ。もう1つは決して破れぬ盾、どんな攻撃も防ぐ最強の防具だ。ふん、あれ。まあ矛盾の原理だからな。その証人の発言は明らかに矛盾している。その証人ではない、その証人だ。うまっ、うまっ。気づかなかった。うまっ。その通り。この矛と盾は互いにありえない存在だ。王は証人に尋ねた。ならばその矛で盾をついたらどうなるのかと。その証人は言葉を失ったという。そこから矛盾という言葉が生まれた。は、もしかして割れた盾と折れた剣は。その商品はその商品というわけだ。中国の物語は商人が答えに詰まったところで終わっている。しかし我々はその先にある答えを追求しなければならない。あ、結構じゃあちゃんといい理由で作られてんじゃん、この盾。ね。思ってたよりはなんか、すごいなんか、なんていうの、納得いく理由だわ。かっけえ。でもちょっと変じゃないか。じゃあお前の商品にはなぜ盾しかないんだ。でも折れたナイフと形一緒なんだよな。私にもよくわからない。2年前、ガント局長の提言で矛は廃止されたようだ。怪しすぎでしょ。全部ガントじゃん。よし、じゃあ、あれ、停止するか、この紙を。あ、見るんじゃない、一応。めちゃくちゃ字潰れてっけど。周知の事情により辞職を決意した。よろしくお願いしたい。本当に辞表だぞ。さすが三剣健二さん、ちょっぴり偉そうですね。でも三剣健二さんは悪くないのに。誰かに責任を取らせる、それが大人の世界なんだよ。でも辞めちゃったら責任も何もないですよ。まあ確かに責任を取るのならただで5年働くとか。大人の世界は厳しいな。ただで5年の方がつれえわ。
ただで5年の方が辛くないか、普通に。好きな仕事だったらいいけどさ、あれ？なんで？そちら。いや、俺渡したかったんだけど。ちょっともう時間もいい感じだからさ、もうこの紙をさ、辞表忘れないうちに辞表をさ、どの子さんに渡してさ、そこでセーブして終わろうと思ったのに、お前絡んでくんなよ。まあいいや、でも時間しゃあないから終わるわ。じゃあ、渡した。